空軍ワシントン地区隊は、アメリカ空軍の組織の一、空軍参謀本部直属機関であり、司令部はメリーランド州アンドルーズ空軍基地所在。二個航空団及び一個軍で構成されており、首都地域への空軍戦力の提供、航空宇宙遠征任務部隊への戦力提供、空軍基地の管理及び議場などを主目的としている。アフリは1985年10月1日に、 設立されたが、冷戦後の戦力再編に伴い1994年7月1日に廃止された。アメリカ同時多発テロ事件の後、首都防衛が考慮され、アメリカ軍は首都周辺への戦力配置と指揮系統の見直しを行った。その一環として2004年9月22日に首都地域統合部隊司令部が設置された。空軍もこれを受けて首都地域の部隊を 再編2005年1月1日にアフリューを再創設した。アフリューは部隊管理系統では空軍参謀本部直属であるが、作戦指揮については大司令が統合部隊空軍部門指揮官を呼び、第320航空遠征航空団指揮官を兼務しており、首都地域統合部隊司令部の指揮を受け行動する。第320航空遠征航空団は、 派遣部隊であり、他部署より戦力派遣を受けている。ありがとうございます。